グロービス知見録。まあ早速、順番に皆さんからですね、まずはこう DX、そのコロナで何か変わったことありますかということから、まあ、聞いていきたいなというふうに思います。ちょっと成田さん忙しそうなので、あの島田さんの方からじゃあ。はい、そうですね、あのコロナでの変化といいますと、あの当社まさしくその DX という文脈でいうと、お客様の、その、まあ、業務のオペレーションの自動化ということで、まあ、東芝の島さんに言うと、どっちかというとオフィスオートメーションというふうな領域を得意とさせていただいておりますが、やはりそこのニーズにおいて、こう、一気にこう、なんでしょうね、こう、あの、変化が起こったなというふうに思っています。で、変化というのは、あの、二つありまして、一つが、やはりこう、コロナの第一波の時は、お客様自身、この先行きが不透明になったので、やはりこう、一度 IT 投資を控えたり、あのどれに本当に注力すべきかということをすごく慎重にこう選ばれていたというのが印象でございます。でその後秋頃になって、まあ、宣言が明けてお客様も、まあ、よりこうリモートワーク環境とかいろんなことを含めて、働く環境、まあ、会社の生産性を上げなきゃいけないということで、そこからさらにこう積極的に IT 投資等が広がってきたというふうなことが私どもの、まあ、変化を感じているところでございます。したがって、じゃあ、はい、売上とかも結構なんか増えた感じなんですか？そうですね。あの、一時期、あの、先ほど申し上げた1年前は、あの、少し、なんでしょう、商談の、まあ、ペンディングとか、あの、まあ、商談サイクルが長くなったんですが、その後、あの、お客様の、あの、動向もかなり伸びてきたので、その後、当社も事業が伸びているというのが状況でございます。でもう一つ、やはり、業界によっての、あの、まあ、二極化がしたというのが、あの、感じるところがありますね。うん、具体的にはやはりこうコロナで直接的な影響を受けている例えば飲食とか、あとサービス業、うん、あとまあ、あの人材紹介みたいな事業においては、やはりこうあの導入する側の企業、あとあの人の投資がそこには減ったので、あの当社みたいなツールにおいてはあの業界における、まあ、あの導入が少なくなって、一方オンラインをまあ積極的にあの取り組んでいるような業界においては、例えば EC とかですね、みたいなところにはあのどんどんあのお客様もあの事業自体が伸びているので、当社のサービスみたいなのがあの導入されているというふうなところで、業界における、まあ、二極化みたいなところを感じたところがあります。なるほどね。なんかよく経営型とかの回復とか言ってますよね。まあ、そういうのをまあ実感されているということですね。はい、草野さんいかがですか？はい、当社もですね、仕事の内容的には、まあ、多数のデータサイエンティストとか、まあ、AI エンジニアを抱えて、あの企業の代わりにデータ分析関連の案件をまあ引き受けるっていうのがまあ当社のメインの仕事なので、この島田さんのところとまあ傾向的には一緒で、あの、第1回目のあの緊急事態宣言の時には、こう、ぱったりとこう、やっぱりあの皆さん切り替えちゃうっていうかですね、何が起こるかわかんないので、ちょっと一回投資を止めるっていうフェーズがありましたけど、それが落ち着いてからは、あの逆に、あの、いわゆる、まああの、あの、で、島田さんが言うとこの、いわゆるオフィスオートメーションから、本当の DX まで、まあ、とにかくなんか、こう、なんか DX しないとまずいね、という、なんかまあ、曖昧もことしたやつも含めてですけども、非常にこう、DX をキーワードに問い合わせが非常に増えたな、というのがありますので、まあ、あの、当社的には、あの、その、第一波の時に、話が止まった分ですね、まあ、当社、あの、やっぱプロジェクトがそこそこ、まあ、リードタイムが3ヶ月か半年ぐらいあるので、上期は、こう、数字が落ち込んで、まあ、トータル増分と合わせてステイぐらいで、後半からまた下期、だから当社6月決算ない、12月、6月は、まあ、あの、順調に例年並みかそれを上回るような規模での成長要素に戻ったとな感じですかね。なるほど、なるほど。そう、一度落ち込んだんですね、やっぱりね、そういう意味では。あの、一部のクライアントがエンタメ系とかですね、あの、大規模なリテールさんとかで、あの、お店閉じなきゃいけなかったのお客さん。そういうところは、やっぱりどうしても、その、契約上はね、あの、いやいや、契約ですからって突っぱねりましたけど、やっぱ長いお客さんなので、やっぱその苦しい時には協力するっていうところで、はい、やっぱその分押し込んじゃいました。うん。なるほどです。ありがとうございます。じゃあちょっとあの、成田さんにもちょっとお話をお聞きしたいなと思うんですが、成田さん非常になんかね、あの、興味深いご経歴の方で、あの、ぜひ、ちょっと違った球を投げていただけるとありがたいなと思うんですけど。はい、よろしくお願いします。成田と申します。で、あの、僕は最初にお断りしておかないといけないのは、あの、
DX 名人のお三方と違いまして、もう全くの素人で、あの世間知らずの大学教員とか研究者みたいなものをもともとやっている人間です。で、なんか DX の流れをちょっと外野から見ていると一個気になることがあるんですよね。でそれは、うん、なんか D、この DXブームが来る前って、まあなんか AI ブーム、データサイエンスブームみたいな感じだったじゃないですか。うん、で、なんかディープマインドみたいな最先端の巨大 AI がみたいな、結構なんか夢のある話が多かったと思うんですが、なんかそこから時代が進むにつれて、流行が AI から DX に変わって、で、DX っていうと、なんか中身見てみると、まあ、さっきただのオフィスオートメーションじゃないかみたいなお話もありましたけど、なんかもはやその AI とか機械学習ではないどころか、データでさえないみたいな感じで、ちょっとあのなんか時代とともに世界が退化してるんじゃないかっていう気がちょっとしてきて心配なんですよ。なるほど。で、一体 何がこの退化を作り出してるんだろうかっていうことが僕はちょっと気になっていて、まあ、そもそもなんか DX っていうのは一体何なのかと。で、僕から見るとその DX っていうのはのその次に来る本当のデータ活用とか AI 機械学習活用みたいなもののただの準備なのか、うん、つまり AI をやろうとしたができないということに気づき始めて、だから、うん、あの準備にまずは力を割かなくちゃいけないという形で先生を交代したということなのか、うん、なんかそれともなんか全然別の方向に進化しようとしているものなのかっていう、なんかこのあたりについて皆さんどう思われるのかなっていうことがちょっと気になります。そうですね。ちょっと僕いろいろ言いたいことあるんですけど、ちょっと先に草野さんに言ってもらおうかな。草野さんだってその辺ずっとやってましたもんね。そうですね。まあ、あのいくつかのあれがあると思います。一つはやっぱり本当にあのデジタルトランスフォーメーションしようと思うと既存事業がある程度デジタル化が進まないとですね、やりようがないみたいな、もう全く本当にトランスフォームが飛んでですね、もう既存事業と全く無関係にゼロからシステム作るって話であれば、なんか本当そこだけで投資が回ると思うんですけど、そうでない、なんか既存事業を割としっかり DX しようと思うと、ある程度既存事業のデジタル化っていうのがやらないと多分いけないっていうところで言えば、本当の意味で真剣に取り組むから、取り組むからこそ、なんかその一歩引くようなところにしっかり投資するパターンもあるのかもしれないと思います。もう一個は単純に、なんかあの、これまでずっと上辺の言葉だけをこうつまみ食いしてたんで、実際は何も中身が進んでないっていう悲しいような会社も多分あったりとかするので、多分本当にその退化したように見えるものも、本当に退化したようなやつと、真剣に進むために一歩下がってるって会社が多分ね、混在しちゃってんじゃないのかなって、なんか個人的な感想です。あのね、草野さんね、もうあの、もうちょっと直球で聞くとすると、AI って幻滅期に入ったと思いますか、どうですか？そうですね。ちょっと自分たちのビジネス上もなんか言いづらいんですけど。言いづらいです、言いづらいですよね。そんなに、こう、やっぱりちょっと、そんなに何でもかんでもできる状況じゃないっていうのと、特に、今の話とも同じなんですけど、真剣に使いこなそうと思うと、やっぱり自社のビジネスがある程度 AI というかデジタル化してないと、やっぱりこう、ちょっと、あるものでやれるって範囲のものは、なんか、もうすぐ終わっちゃうというか、うん、そんなにこう、投資対効果ないねとか、あるいはなんか、本当に業務を、外部の SaaS ベンダーのものをちょっと使えば、やってる感は出るけど、まあそこでできることって特定の領域の効率化だったりとかして、自社のビジネスに根本的に AI 入れようと思うと、そんなにあらゆる会社で入るもんでもない。あるいは入ろうと思うと、ビジネス自体のデジタル化を相当進めなきゃいけないっていう、まあさっきと同じ議論になるのかなっていうふうには思う。いや、あんまり、内田さんのね、仕事を邪魔する気はないんだけど。いやいや、全然いいんですけど。草野さん、当初から言ってましたもんね。なんかね。そうです。そうそうね、はい。AI 使う前に何を言っとるんやという話をね、言われたっていうのを今、改めて思い出しましたけど、ビズテックスの島田さん、いかがですか？そうですね。まあ、今おっしゃる、まあ、DX が何かみたいなことにも一つつながるかなと思ってまして、なんか、いろいろこう考えてるんですけど、結論で言うと、なんかこう、企業が持続的な競争優勢を確保するための、まあ、手法の、まあ、一つだというふうに、こう、なんか僕は考えたりしています。で、理由としては、やはりこう、今、いろんなこう、テクノロジーが進化をしてきて、スマホとか SNS とか、こう、非常にこう、情報過多の時代にこうなってると。でそれだけでなく、やはりこうテクノロジーを利用して、ウーバーのように、直接的にユーザーに届けるみたいな、こうラストワンマイルのオペレーショナルなところまでこうビジネスモデルがこう進化してきているなというふうにこうちょっとこう感じています。で、その流れがやっぱりこう不可逆ですし、それがこう加速度的に進むような状況だなと。
で、したがって要はマクロ環境の中でお客様もこう選べる選択肢がこう非常に増えてるんだとこう考えています。これはコンシューマーもB2B も両方かなと思ってまして、逆を言えばこう企業、選ばれる状態なんですけど、ユーザーも選べる状態みたいなことがどんどん進化をしてきているので、こうユーザー側にいかにこう、ビジネスモデルとか顧客体験としてこう入っていくかみたいなことにこう少し進化をしていると。で、今戻ると成田さんがおっしゃってたその、AI とかっていうブームから少し DX っていうところに入ってきてるっていうのは、その AI みたいなテクノロジー的なこうワーディングが非常にこう、もてはやされたところから、本当に今実際のリアルのところまで、いろんなものを変えていかないと自分たちがこう持続的に成長しなければいけない、その切羽詰まった状況だということで、変革、リアルな変革を求められていると、こんな僕は認識をしています。島田さんね、もうちょっとね、もう一回ストレートに言うと退化してるかっていうのがね、なるほど、成田さんの質問なんだけど、どう思います？で言うと、僕は対価ではなく、現実として目の前に来てるという状態みたいな方がこう、僕としては結構リアルにこう感じる言葉ですかね。なるほどね。ありがとうございます。成田さんの眼鏡はね、突っ込んでいいらしいですよ。なんか半分ぐらいの人しか気づかないっていうふうに成田さんが言ってましたんで、結構、飛鳥会議の人、やっぱりみんなよく見てるなって感じですけど。厳格だって説明するようにしてます。実は両方ですね、ちょっと僕も言っていいですか、そういう意味ではね、あんまり喋っちゃいけないんですけど、でも、あれなんですよね、AI とかガーって出てきたときに、僕ら長らく、前の AI の話もずっと言ったんで、だから、また来たよって感じなんですよ、正直言うとね。データサイエンティストとかってもてはやされたりとかしてね。なんていうんかな、こう、ずっと、継続的に動いていくメガトレンドの中の、なんかこう、波みたいなね、感じに、正直感じてますね。やっぱりディープラーニングが出てきたっていうのは、かなり衝撃ではあったんですけど、こんなこと言うとあれなんですけども、これまた仕事の邪魔とかって言われるかもしれないですけど、正直言って今の段階だとしょぼいですよね。それにかつね、圧倒的にデータが足りないと思ってるんですよ。だから今の状態だったらろくなことできないですね、まだね。だからもうちょっとファンダメンタルなところをしっかりと作らないと、世の中を変えるぐらいのことにはならないんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあちょっとですね、質問を変えましてですね、この DX がコロナでやっぱりやらないといけないって人が増えたっていうふうに、お二人言われたというふうに思いますけども、この後、大体コロナが収束してきて、で、ね、日本人ってなんか熱しやすく冷めやすいとかあるじゃないですか。さっきの AI データサイエンティストかもしれないんですけど、なんていうんですか、この後、今後、この DX ブームって、どうなりますかね、というふうにご覧になってるのか。これは、今度は、草野さんの方から先聞きましょうかね。はい、ありがとうございます。そもそもこの DX 的なものってどこから始まったのかっていつも思ってるんですけど、要はなんかあれですよね。僕95年のインターネットぐらいまで遡ると思ってて、あれで顧客との接点がソフトウェアになるって現象が始まったと思ってるんですよ。なんでソフトウェアなのでデータが取れるし、ソフトウェアなので、うまく作ればパーソナライズできるんで、個別対応できるみたいな感じ。それをうまく使った会社がどんどん強くなって、で、ネットの世界で飽き足らず、もう今は IoT だなんだで、リアルのものも対象になるので、自動運転だなんだで、こう、どんどん出てきちゃってるっていう状況。で、そこに対して、そうでない企業が、彼らに脅かされないためには変わらなければみたいなところから、DX の最近の流行りの言葉の文脈で出てきて、自分たちももうちょっとビジネスを、デジタル技術としてイノベーションしなきゃってなってきてるので、このトレンド自体は、脅かしてどんどん、こう、膨大な資金と技術力を持ってる、彼らがですね、あるいは彼らに、と、で学んだような人たちがどんどんベンチャーを起こして、世の中のこう、社会の課題を解決しようということですごい勢い出てきているので、旧大前とはあぐらかいてたら、持たないっていう意味では、この DX という言葉が生き残るか別にしても、デジタル技術を使って自分たちの技術をビジネスをトランスフォームしていくっていうのは、トランスフォームされる対象となるよう、脅かされるような対象になるような、ある程度こう儲かるビジネスとか、あるいは課題を放置してきちゃったような産業は、なんかもうことごとく対応しないとやられちゃうっていう状況は多分続くんじゃないかなというふうには見てます。
そうですよね。だからデジタル化が進んでない産業だけがまだ残ってるだけでみたいな話ありますよね。だから、まあ、草野さんの言われた通り、まあ、DX っていうかどうかは別にして、まあ、これは巨大なトレンドは変わらないっていうことですよね。ちょっと先に成田さんにも聞いてみましょうかね。いかがですか、成田さん。どういうふうにご覧になってますか。そうですね。今、草野さんと島田さんが、比較的、具体的な展望の話をしてくださったと思うので、ちょっと僕から、うん、は少し完全に超長期のメガトレンドみたいなものをちょっとだけ考えてみてもいいでしょうか。もちろんもちろん。僕がまた外野から少し抽象的に考えると、うん、DX の大きな流れのヒントは仏教にあるんじゃないかっていう気がしてるんです、はいはい、でどういうことかというと仏教用語に八識っていう言葉があるんですよね、うん、で八識ってのは8つの意識の識って書く概念で人間の意識とか、あれ認知とか、あれ情報処理みたいなものっていうのを、いくつかのグループに分けると、8個ぐらいの典型的な形に分かれるんじゃないかっていう話なんですよね。で8個のうち5個は何かっていうと、人間の五感なんですよね。うん。で、人間の五感があって、それにこうやって3つ追加的に何かがあると。で、その3つというのが、ざっくり言うと、こう情報処理する知性みたいなものが1つ。うんうんうん。それから、人間のエゴみたいなもの。自己中心性みたいなものがもう一つ で、はい、で最後に来るのが人間のこう無意識だみたいな話がある、うん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 、これ数千年前に考え出されたものなんですけど今でも有効だなという気がするんですよ ね、 そうですね。例えば DX について考えてみると、まあ、ここまでの半世紀のデジタル革命で起きてきたことっていうのはざっくりと言ってこの8つのうち、まあ、視聴覚 目の周りでの情報処理と耳の周りでの情報処理のデジタル化と機械化に人間はかなり成功してきたのかなっていうふうに僕は捉えてるんですね、はい、で今後その大きな流れを考えると多分この8式のうちの残りの残った6つにそのデジタルの流れがだんだんと浸透していくということなのかな、で産業として見ると、まあ、次にすごく大きいんじゃないかと思うのはやっぱり鼻の周りの嗅覚とか、はい、あるいは舌の周りの味覚みたいなものをどう簡潔にデジタル表現できるか、でそれをこう飲食産業とか食品産業それからいくつかの超巨大テック企業が秘密裏に新規事業を始めてると言われている生産業とかセックス産業みたいなところにどう DX の流れが流れ込んでいくのかっていうのがすごく大きく興味のある話だなとちょっと思ってます、うんうんうん、そうですね。ちょっとすいませんね。島田さんには振らないといけないんだけど、その件については僕もめちゃくちゃ考えてきたんで、どっちかっていうと、長期的な問題の方が面白いんですよね。で、今の AI の限界も極めて、今、成田先生が言った通りのところにあって、どっちかっていうとですね。で、松尾先生なんかとお話ししても結局そういう話になりますよね。だから、なんていうのかな、今の AI でできることがやっぱかなり、まあ、しょぼいっちゃしょぼいので、まあ、意識だとかね、なんか、なぜ人間はこっちを選択するのかね。松本先生の有名な愛は脳を、活性化するみたいな、本がありますけど、あれは、まあ、脳型のことをこう研究すればするほど、まあ、いかに、まあ、宗教、まあ、これ仏教もそうですけど、キリスト教にも似たような話がありまして、この感覚にそのままこう、重なってくると。いよいよそういう領域にこれから入るんだろうなと思うんですけど、ただね、センサーの話をし始めるとね、これはいろいろとちょっと僕が思ってることはですね、センサー自体を開発するよりも人間をセンサーとして扱った方がいいかもしれないなっていうようなことがちょっとあるかなっていうので、この辺り現状ではそうですよね。はい。だんだんなんかややこしい話になってくるところかなっていう感じかなと思ってますね。すいません、ちょっとお待たせしちゃって、ビズテックスの島田さん、いかがですか？はい、そうですね。まあ、続くかどうかで言うと、一言で言うと僕も続くと思っています。今、そうですね、成田先生が、少し人間の五感とかっていう観点でお話しされましたように、もう一方こう産業で見たときも、なんか大きく見たときには、それこそ、まあ、GAFA みたいなところでも、まあ、Amazon は EC、Google は広告みたいなところを、まあ、AI を使って、まあ、テクノロジーを使って、まあ、この産業を取っていますが、それ以外の産業ってまだまだやっぱり大きくて、
そっちの余地は僕はあるなと思ってるので、そういったところにどんどん、まあ、デジタルテクノロジーが流れていく。でその産業のところが、まあ、成田先生おっしゃるような五感、まあ、人間の五感とか、まあ、生きる感性のところにつながっているというふうなことかなという理解をしています。うん、そうですよね。今なんかこうチャットの中にも、まあ、指キタスとかありましたよねとかっていうような話があってね。だから、まあ、結局ね、言葉を入れ替えてるだけで大きなトレンド上は変わってないっていうことを皆さん言ってるんだろうなっていうふうに、思ったりします。まあそうだとするとですね、これからじゃあ一体何をしたらいいのかというようなことになるのかなと。これすいませんね、打ち合わせでもまだ全然何もやってないのに、なんかこう次々と球を投げて大変恐縮なんですけど、先に成田先生に投げると大体ね、すごい球が返ってくるので、まず成田先生から行こうかな。次に何をすべきか。いや、そうハードルを上げられてしまったので、まあ、ちょっとすごいつまらない球を返さないといけないなと思ってるんですが、まあ、僕自身がその個人として興味があって取り組み始めてるのは、まあ、今先ほど話したその8つの人間の認知の仕組みみたいなものに関連して、まあ、やっぱり味覚とか嗅覚みたいなもののデジタル表現をこうどう発見できるのかっていうことはすごく重要なんだろうなと思い始めていて、実はとある食品会社さんなんかとそのあたりに研究開発を今進めているところなんですね。で、少し面白いかなと思うのは、視聴覚、目とか耳みたいなものに比べて、それ以外の人間の感覚っていうのは、本当に DX とかデジタル情報表現、あるいは数学的な情報表現と相性がいいのか、それとも根本的に相性が悪いのかっていう問題がすごく大きいと思ってるんですよね。というのは、例えば音声とかであれば、基本的にかなりまあ複雑な音声でも、基本的にサイン、コサイン、タンジェントみたいな三角関数のような非常に単純な要素の組み合わせで表現できるわけですよね。で、まあ、視覚情報についても同じようなことが言えると。で、それに対して、まあ、人間の例えば嗅覚とか味覚みたいなものっていうのを考えると、まあ、ある意味では、まあ、巨大な化学物質がぐちゃぐちゃに混じり合って化学反応を起こしているだけで、それ以上でもそれ以下でもない可能性っていうのは結構あると思うんですよね。でそういう場合って、まあ、そもそもそれを DX しようとすること自体が無駄で、単にアナログな反応が起きてるだけっていう可能性も十分あると思うんですよ。まあ、そういう意味で言うと、先ほどのその8つの意識のカテゴリーの中で、まだ人間がこう制覇しきれてないところに足を踏み入れつつ、同時にこう DX できる、あるいはすべき領域と、根本的にデジタルとかって考えない方がいい領域の境界線がどのあたりなのかっていうことを見極めていくということが重要なのかなと思っているところです。なるほどね。まあ、ちょっとね、そのことについて僕先生言いたいんですけどね、味覚って人によってすごい違うじゃないですか。だからね、これはね、なぜかというと、その過去の記憶とか自分の中におけるコンセプトと比較してるんですよね。だから単なる物質の分析だけでは全く意味がないんです。だから、なんだろう、ワインとかも慣れないと美味しいと思わないし、で、それのストーリーとかそういうのの積み重ねが頭の中で表現されて、それが何とも言えないような味とか、その感動を覚えさせると。だから、多分ね、味覚とか嗅覚とかっていうやつは、単純にそのセンサーでそれを分解するっていうでは、多分全く意味がないと思いますね。何らかのそのコンセプトとか、はい、例えばね、そのイギリス人が食べてるもんってなんか美味しくないじゃないですか。で、いろいろ、まあちょっとこう言うと失礼なんですね。でもイギリス人は実は美味しいと思って食べてると、あれをですね。だとすると、それはどういうことなんだと。で、それってやっぱ生まれた時から蓄積された AI みたいにね、自分の頭の中に組み合わされたそのものが、その物質に対してなんか反応するようにこう出来上がってきてると。だから相対的なものなので、逆に言うと、これが美味しいもんですよっていうふうにやっていくと、だん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 とこう味がこう、ぶれてったりするんですよね。なんかフレンチ料理がどんどん日本食化してるっていう話があるように、味が薄くなっていったりとかですね。だから、これはね、なかなかね、深遠なテーマですね。と思います。ちょすいません、余計な話で。あ、いえいえ。じゃあ今後何をすべきかについて、じゃあ草野さんいかがですか。これ企業がってことですよね。企業が何してたらいいのか。そうですね。そうですね。
そうですね。まあ、でも、なので、企業によると思うんですけど、よく DX したいですけど、みたいな話来るんですけど、なんだろう。要は、本社にとっての、そうそう、課題って何ですかとか、何ができればすごく、ポテンシャルがあるとか、あるいはどういうことをなんかベンチャーがやってきてやられちゃうとまずいと思ってるのかみたいな、どこなんですかみたいなと、そこがなんか答えない企業とかさんとか結構多いんですよね。うん、まあ、そういう会社はもうやんなくていいか、なんかもう気づいてないんだからやられちゃうでしょっていうふうに思っていて、うん。やっぱそこの、いや僕らはあくまで外から手伝う立場なので、そこの問いを立てるとこも、もちろん一部コンサルとして、がっつり時間とお金もらえたら やりますけど、ただやっぱり、本来はそこは経営者自身が気づいていて、ただここにリソースが足んないから、こういうパートナーが欲しいんだよねっていうような感じのご相談が欲しいとこなんですよね。だからそこの部分、気づけてない会社は厳しいんじゃないかなと思いますし、気づいてる会社も粛々とやっていくってことだと思うんですよ。やんなきゃいけないことを、やられたら痛いことみたいな。っていうこととは、そうですね。あとはもう一個思うのは、なんだろう、この AI の時にもあった話ですけど、なんだろう、本気で、コストかければ、人がやってることを機械で代替できますと。ただし、今人がやれてることを機械でやるだけなんで、一銭もこう、売り上げ増えないけど、そうですね。だけど、コストだけやたら増えると。ただ、それが本当世界に売ってできる、出る気があれば、それにもって世界中にね、自動化の工場を作れるからビジネス伸びるけど、その気がないんだったら、その投資無駄だよね、みたいな話で。やっぱ、経営者がどこを見据えてるかによっても、その投資の意味とか、何目指すかって変わってきちゃうと思うので、なんか本当そこは、一応じゃないなとは思ってますけど、ただまあ、基本的には、成長する気があるところはやるべきことをやっていくしかないのかなと思って、デジタル、自社として何をやるべきかということで伸ばす方向に基本的にやっていかないと、コスト削減にいくら、コスト削減のために IT とか AI とか使ってもですね、コスト以上にはコスト削減できないので、相場は差しちゃうということは、やっぱトップライン増やす方向に、新しい付加価値を作る方向に、やっぱまあ、別にデジタル技術じゃなくてもいいんですけど、どうやってもっと付加価値を増やせるんだ、自分の会社ってことに向き合うことかなと思いますけど。そうね。だから簡単に言うとあれですかね、問題設定がちゃんとできてるのかということと、あれですかね、トップライン伸ばせる方向に DX を使わないといけないと。そういうことですかね。はいはい、なんかもう、ナイダさんの後だと何答えてもなんかつまんない返ししか出ない感じ。いやいやいや。島田さんどうですか、ビズテックス。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、DX という切り口は、まあ、デジタルの活用ということと、まあ、少し近しく考えたときに、まあ、一つ言うとしたら、その、経営データの中で PLBS を見ることに加えて、顧客の利用状況のデータを見て意思決定をするみたいなことが、必要になってくるような時代かなというふうにこう考えています。でなぜかというと、それは今、東芝の島さんがおっしゃっていたね、いろんなセンサーから、もしくは、お客様がお使いのサービス、プロダクトからどんどんデータがクラウド上に溜まってくる。で、その、まあ、データの種類が、成田先生言うように、まあ、目のものなのか、まあ、鼻のものなのか、味覚のものなのか、まあ、その先の種類はいくつかあると思うんですけど、そのお客様が、まさしく実際に、まあ、使ってる、まあ、先行指標となる、顧客利用、まあ、顧客起点のデータがどんどん見えることを、まあ、活かしながら意思決定をしていくっていうことが、これからの時代必要になってくるんじゃないかと。で、その、先行指標として見てるデータをもとに意思決定をしたものが結果的に PL 上に現れる、もしくはこう、まあ、アセットとして BS に溜まってくるみたいなこう時代になってくるんじゃないかなというふうにこう考えています。なるほど。そうですよね。まあ、やっぱりデータを見てやらないといけない。私もせっかくなんで、もしあれだって言わせてもらうとすると、あれなんですよね。結局、なんていうんですかね。会社にとって何が大切かって言ったら、ものすごい勢いで成長できるか、もしくは恐ろしく儲かるか、これにチャレンジしてるかどうかっていうのが結局 DX やってるかどうかっていうことだと思うんですよね。別にデジタル使っても使ってなくてもどっちでも、いいんですけど、今の、事業の中が果たしてこの5年後10年後にどんな伸び方するんですかというようなことの中で、やっぱり伸びる領域に入らないといけないし、しかもその利益率が高まるような方向でやらないといけないと。やっぱりできるだけハードの部分を減らしてサービス化することにすると、まあ利益率は当然上がりますし、
それから今までにないようなサービスを開発して、しかもそれがなんかスケーラビリティがあると、まあ、急激に伸びるので、それを自分の痛みを、強みを生かして、どの領域で行うのかっていうことをまず決めないといけないですよね。なんかこういうことを言うとまた皆さんの仕事を邪魔してるような感じに若干なるかもしれないですけど、まあまあ、まず RPA やりましょうとかっていうことが、ね、それも大事だと僕はとっても思うんですけど、やっぱり DX っていうふうな、ね、X がついてるぐらいのことをやろうと思うと、やっぱり、まあ、経営者目線で見ると結局のところは、まあそういうことなんかなというふうに思いますですよね。まあ、じゃあちょっと、もうちょっとさ、踏み込んで、まあ、いろんな企業の人がどうすべきかというようなことは、まあ、今言っていただいた話かなと思うんですけど、じゃあ、僕はこれをやりたいと今思ってると。これってなんかネタバラシになったらちょっと困るっていうのは、まあ、隠していただいても結構なんですけど、こういうとこだろうと思ってると、いうようなことを、すいませんですね、またハードルがちょっと上がったかもしれませんけど、今度は成田先生を最後にして、先に、ビズテックスの島田さんから言ってもいいですか？大丈夫ですか？はい。そうですね。まあ、DX 起点という観点で言うと、まあ、先ほど言ったように、まあ、当社もやっぱりこう、クラウドでサービスをやってるので、やはりさっき自分でも言ったんですけど、やっぱ顧客起点のデータを見ながらの、やっぱり経営意思決定ができるっていうことを、まだまだできてないんで、まずはやりたいなというのが、うん、まあ、ちょっと自社の話ですけど。うんうん、で実際私どもも50名ぐらいのスタートアップで、実は今期から新しいプロダクトの、事業部門を私直接見ておるんですが、まさしくこうお客様の業務を自動化するサービスをリリースして、お客様をどう使いなのか、ログインをしているか、使ったそのサービスが毎日こう使われているか、どのぐらいのこう頻度で使われているかっていうのを見ながらこう、まあ、それをまた使われてなければプロダクトをこう変えていこう、こういうふうにお客様にまた価値を届けていこう、またいいところはどんどんこうまたお客様にフィードバックしていこうみたいなことをやっています。でそういうふうなことを考えたときに、先ほど言ったように、まあ、僕が見る指標としては、PLBS、まあ、経営データみたいな、顧客データということなので、それをもっと活かしてその、まあ、自社だけでなくいろんなお客様の産業の、データと、まあ、連携をさせて、やはりこうもっともっとこう広い視野で本当に、まあ、そのユーザーとかもしくはその会社がどういうふうにこう動いてらっしゃるか、それに向かってどういうふうにこうアクションできるかっていうことは、なんか広い目線でこう考えていきたいなというのが、少しぼんやりした観点ですけど、広い目線ですけど、思ってるようなことがあのですね、まあ、RPA っていうのは、もうものすごい勢いで伸びたじゃないですか。はい、だから、RPA をやるっていうこと自体が、もうそのビジネスの、まずその、なんですかね、入り口として、私は素晴らしいと思うんですけど、それが、まあ、今後も続くのか、もっともっと拡大するのか、それともその、まあ、利益率とかを考えた上においては、なんて言うんでしょう、スケーラビリティみたいなのがこう確保できるのかとか、その辺ってなんかこう考えてらっしゃることとかあります？すいませんね。なんかそこまで突っ込んで聞いていいのかどうか言われて。それ、まあ、すいません。自社の観点でお伝えしてよろしいでしょうか？うん、もちろんです。はい。で言うと、まだまだ伸びる産業だというふうに私たちも見ています。で、一つは、やはりこう、まあ、日本ということも含めて、まあ、労働人口がどんどん低下をしていくことと、やはりこう、DX という文脈で、やはりこう、エンジニアリソースがどんどん必要になってきて、エンジニアがどんどんやっぱり新しいサービスを開発をする、デジタルテクノロジーを生かすっていうところが必要になってきておるんですが、やはりこう、日本はまだまだエンジニアが不足をしているという状況において、まあ、当社は RPA と iPass 両方それを裏側でこう担っているような事業でございますので、うん、やはりデジタルの、まあ、ロボットを使って、まあ、新しい労働力、もしくは iPass というものでエンジニアの代わりにこう、まあ、システム間連携しやすいというところで貢献ができるし、この産業もどんどん、まあ、これから重要性を増していくというのが私たちの認識です。ありがとうございます。じゃあ草野さん、いかがですか？そうですね。まあ、あんまり面白い答えにはならないんですけど、真面目に僕らが次に何やろうとしてるかっていうか、まあ今取り組んでる最高のなんですけど、今、島田さんもおっしゃいましたけど、日本って、とにかくエンジニアが、アメリカと比較すると、アメリカ大体400万人ぐらいで、日本100万人ぐらいなんですね。ただ、その中でも、いわゆる事業会社、自社のためにこう IT を作ってるような、企業の中にいる IT エンジニアって、アメリカだと270万人から、で、日本29万人、まあ、だから、企業の中にいる、事業会社の中にいる IT エンジニアって、10倍ぐらいの開きがある状況で、まあ、海外はやっぱ攻めのためにこう IT、付加価値作るための IT を使ってるので、
外注しちゃうとノウハウ漏れちゃうし、コストも時間もかかっちゃうみたいな構造なんですけど、日本ってそのコスト削減のための IT にお金をかけてきちゃったんで、そうするとそれやってサイヤーさんに外注した方が同じようなものを作ったことある人に頼んだが失敗のリスクも少ないしってことで、これはこれで合理的だったんですけど、今のこれからのいわゆる DX というか、まあ IT 技術を駆使して、まあそこが伸びしろだということで、なんかビジネスをこう変えていこうと思うと、この IT を外注するっていう産業構造は向いてないと思うんですよ、日本って。でもじゃあその、エサイヤーにいる人たちが事業会社のに転職すれば解決するかというと、やっぱりこう、言われた仕事をやってくるっていうことを慣れちゃってるので、やっぱ急にお客さんのクライアント企業のところに行っても、クライアント企業のビジネスはかっ、クライアントじゃもうなくなっちゃうんですけど、事業者の中に移って、急にその会社のビジネスを理解しながら IT 掛け算でっていうことができるかってなかなか難しいっていうところで言うと、なんだろうな、その、従来型の SIR さんとかコンサル会社じゃないけど、だけどその、お客接点、あるいはデジタル接点から得られるデータでビジネスを改善していくっていう、こう、伴走型のパートナーっていうのが多分需要があるんだろうなと思っているので、僕ら自身がなんか、受け仕事でデータ分析するというよりは、お客さんともう少しこう、関係性近いところで、なんかデータを活用してどんどんこう、改善を回していく、あるいはその必要重点システムを作っていくみたいなことができるタイプの、なんか、コンサルとエサイヤを足して2で割ったような感じの業態があるんじゃないかなっていうか、しかし日本にはそういう業態が必要なんじゃないかなと思っていてですね、ちょっとその形になんかこう僕ら自身がちょっとトランスフォームで言わないですけど、こう変わっていかなきゃいけないなってことを今模索して、いる最中ですね。そこになれたらなんかもう一段階僕らビジネスが伸ばせるんじゃないかなっていうか、まあ、年間、まあ、僕らって今、毎年10から20の間でこう成長してるんですけど、これをもっと、こう、急激に角度をきつくできるんじゃないかなと思ってるっていうところですかね。うん、まだ僕らがお客さんのペインに、こう、当たりきれてないとこも含めて、ちょっともう少しなんかこう、提供するものの価値をずらしていかなきゃいけないだろうな、っていうふうに思ってるって感じです。いや、草野さんはですよね、僕も昔から思うんですけど、まあ言ってることがいつもブレてないですよね。なんか同じだなと思って。すみません。17年間ずっと同じこと言って。いやいや、すごく素晴らしいと思うんですよね。で、ただ今の話聞いててね、なんか面白いなと思ったのは、なんか昔の日本における IT の業界の感じって、今草野さんの言ってたような感じだったんですよ。僕、なんせ年取ってるもんですからね。はいはい、僕は20代ぐらいに入った頃はね、IBM とかああいうのがこうドカーッとこう来て、しかも中にぐっつり入って、一緒にプランニングしてっていう感じで、それが一時期からね、ものすごくこう壊されて、中の人も削られてっていう風になって、で、今みたいな形になってるんですよね。だから、その当時とかは、アメリカと日本にもそんなに差はなかったと思うんだけど、ものすごい勢いで、なんていうかな、アウトソーシング化が進みましたよね。その当時っていうのは70年代から80年代ぐらいですか？そう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 。90年代の初めぐらいから。初めぐらい、うん。そんな感覚だったんですよね。まあ、90年代の途中ぐらいから、まあ、やっぱアウトソースがものすごく流行って、だから、今の草野さんの話を聞いてると、それがこう、何らかのこう、揺り戻しみたいなのがあるっていうことを言ってるのかなとか。まあ、でも多分同じ形にはならないですよね。だからなんかこう、違った形のっていうことを言われてるのかなと思って。その辺ってなんか、草野さんはなんか思うことあります？いや、ただやっぱり今見てての課題でっていうことですかね。そうなんですよ。僕、だから逆になんか本当、いい本ないからでなきゃちょっと自分で調べながら書きたいなってぐらい思ってるんですけど、なんでこんなに日本の IT 産業ってこうなっちゃったのかっていうところがですね、今僕が見てる景色で問題だと思うことはそういうことで、まあ欠けてるミッシングピースだなとこの国において、なんだか補いに行きたいなっていうふうに思ってるんですけど、ただ、でもなんでこうなっちゃったかは、本当になんか不思議だなと思っててですね、まあ、ソフトに力入れなかったとはいえ、ハードではものすごい強かったわけではないですか、90年代ぐらいまで。そうですね。うん。だからそこからの掛け違いがなぜこんなにこう修正効かないまま来ちゃったのかなっていうのはですね、なんか本当にまだ今だったら、ね、当時いた人たちがいるので、なんか調査して回りたいんですけどね、なんかこう、この辺ちゃんと把握しないとなんでこうなっちゃったかっていうのはなんかわかんないままに行くのが気持ちが悪いなとは思って。草野さんね、なんか僕の感覚で言うと、僕が例えば20歳ぐらいに会社入った時の IT のトップの人たちって、もともと IT で入った人じゃないんですよ。うんうんうん。
だから設計やってたりとかした人が、まあ、これからはそのね、コンピューターだとかって言って IT 部門を作って、ものすごい強かったですよね。はっきり言って、ユーザーに対しても平気でノーって言ってましたし、ところがですね、これがもうその次の世代、その次の世代になっていくと、もう一番入った時から IT の人たちで、この人たちがもうものすごく弱いんですよ。なるほど、なるほど。一番に対してね。で、それでなんか一気になんか弱くなったなって感じですよね。でね、今、草野さんが言われているところのソフトウェアっていうのは、まあ、エンタープライズソフトウェアっていうレイヤーですよね。うん、だから、組み込みの世界とかって日本は今でもものすごい強いんですよ。うん、って話。だから、なんていうか、こう、コード書くやつが少なすぎるとか、そういう問題じゃなくてね、極めて戦略的な問題で、かつ、その、IT 側で、まあ、長らく CIO がいないとかってよく日本で言われてたんですけど、うん、おそらくそのあたりに原因があるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。まあまあ、ちょっとこれ面白いですね。なんかもしあれだったら、別途お話しして一緒に本書いて。あ、ぜひぜひ。あ、お願いします。探してたんで。そうですね、はい。あ、すいません。成田先生、お願いします。私はこれやりたいと。そうですね。今、まあ、皆さんが順番にすごくこう儲かりそうなお話をされてたので、まあ、全然儲からなさそうな話を僕の方からしたいなと。で、まあ、これまで事業の DX の話があったと思うんですが、それと同じぐらい、その政策とか公的サービスの DX みたいなものってもすごい重要だなと思うんですよね。で、僕自身は、まあ、もともとその教育とか医療みたいな政策についてデータを使って考えるみたいなことを、主にアメリカでやってきたんですね。はい、で、医療とか教育みたいなものを考えると、まあ、現状で特に日本を考えると、まあ、ものすごくデータが、超分散してるんですよね。分散というよりも、もはや個別の現場にしか存在しないみたいな形で、例えば教育であれば、ギガスクール構想みたいなものがあって、PC 一人一台政策みたいなものがあって、個々の学校の教育現場は徐々にデジタル化されていて、そこでの公務ログとか学習ログみたいなものもちょっとずつ溜まるようにはなっていると。で、ただ、その溜まっていると思われるデータというのが、その個別の学校の中に完全に閉じていて、そこから例えば基礎自治体レベルとか、都道府県レベルとか、ましてや政府レベルにそのデータをこうどう集約してくるかみたいな仕組みっていうのが、まあ驚くぐらいないっていうのが現状だと思うんですよね。で、このあたりを、にどう取り組むかっていうのはすごい重要な問題だなと思っているんですが、それをこう拒んでいるいくつかのボトルネックがあると思っていて、そのうちの一つっていうのが、まあこういう話って、まあ全く基本的に儲からないと思うんですよ。うん、で、特に教育とか医療とか福祉みたいな、いわゆるその草の根のローカルでな、公的サービスの政策とかって、基本的にあんまりスケールさせないことが重要なものですよね。うん、つまりスケールさせたり標準化したりあまりしないで、個々の自治体ぐらいの単位でせいぜい数十万人ぐらいの人口にきめ細やかに対応していくみたいなローカルさ、スケールしなさっていうのが重要なタイプのサービスだと思うんですよね。で、このあたりのそのサービスとしてのローカルな特徴をちゃんとそのままに留めつつ、かつそこから出てきたデータをどう標準化して自治体内の別の学校同士で共有できるようにするかとか、自治体を乗り越えてデータを作るかみたいな話って、まあ、結構こう無理があるなっていう感じがあって、普通に経済的に合理的な人だったらそんなことやらないだろうなっていう感じがあるんですよね。なので、そのあたりのあまり儲からない DX みたいなところに入っていくような、まあ、人とかプロボの集団みたいなものっていうのが重要になってくるんじゃないかなと思って。なるほど。ちょっとそういうことをやり始めていたりします。はい。なるほど。成田先生ね、僕はね、それは儲からないとは思わないんですよ、実は。はい、ね。まあ、これ、ローマ帝国の話みたいなもんですよね。ローマ帝国がなぜあれだけ繁栄したかっていうのは、インフラストラクチャーが見事だったからですよね。うん、もう高速道路のような道をこう作って、それがこう繁栄をするわけです。これ、ドイツ語で言うと、ウンターシュツツングっていうね、まあ、要はその株構造ってやつですよね。これがしっかりできると、その上にやっぱり花が咲くわけなんですね。あれですね、ローマ帝国のいろんなインフラって、今の技術だと再現できないものとかもたくさんあるような感じなんですか？ありますね、そうですね。問題は、そういうようなものっていうのは、まあ、直接的なリターンがすぐ出ない
タイプのものですよね。まあそれが儲からないというふうに内藤先生言われていると思うんですけど、そうではなくて、実はそういうことがあること自体が極めて巨大な、その経済圏を作るという、そういうことに対する、しっかりしたコンセプトのもとにおける投資というのが、まあ実際の経済を全体として大きく回す上においては、極めて重要なんですよね。で今言われたように、個々の自治体とかがそれぞれの良いサービスをするっていうのは、あるインフラの上において、その良いサービスを展開できるような、アーキテクチャの分離というのが、こう、きれいにできるかどうかっていうのがですね、今後の、いろんな、まあ、そういう意味ではですね、私が日本において思うことは、よく福岡先生とかが、動的平衡って話をするんですけど、動的平衡で一番大切なのは、新しいものを作るよりもたくさん、まず既存のものを壊さないといけないっていうことなんですよね。で、だから既存のものを壊さずに、新しいものを作ると、もうこれはエントロピーが増大して、もうめちゃくちゃなことになってしまうわけですね。それにちょっと日本は近いような状態にあるかなと。で、ローマ時代が過ぎて中世の時代になると、橋はまっすぐじゃなくて、こんな曲がった橋がいっぱい出てくるわけですね。これじゃあインフラとしてはいまいちなんだけど、これはコストも安くて、とりあえず結果出せるような、とりあえず川渡れるみたいな感じになるわけですよね。日本の今のそういう意味では政策とかそういうことに関しては、そういうね、こんな中世の曲がった橋ばっかりになっていると。だから、私は儲からないとは思わないと。なるほど。だからそういう意味で言うと、多分少し長い目で見たときに、社会全体としてリターンがあるようなタイプの、そう パブリック DX みたいなものに対して適切なその投資が行われていくような社会としての戦略をこう誰が担うのかっていうことが重要っていう言い方が正しいかもしれないですね。そういうことですよね。まあですから今回例えばデジタル庁ができたりとか、はい、まあグリーンのエネルギーに関して根本的に今のインフラクチャクチャーをこう入れ替えるっていうことに対して国が何か行おうとしているということ自体は私極めて重要なんですけど、大切なのはやっぱり既存の決まりとか縛りをですね、どれだけ壊せるか。ここに成功の鍵がかかっているというふうに思いますね。ちょっとなんか皆さんからの質問も。そろそろ質疑応答に移った方がいい時間帯ですか。移らないといけないかなと。製造業にかかっているものです。製造業でデジタル化をどんどん進めていきたい一方、紙からデータになって、ではいてもデータを活用するということが全然進められてないように感じるんですが、データをしっかり活用する DX を進めるための企業の課題は何だと思いますかと。これ9人の方がいいねということなんで、皆さん困っているということですね。ちょっといくつか答えないといけないかなと思うんで、データどうするのかと。それから2つぐらい、すいません。SIA や DX という言葉をマーケティングな文脈で無駄に使いすぎ、バズワード化しているので実態が伴っていれば良いと思います。残念ながら実態が伴っているような気がします。そのあたりどう思いますかと、大変失礼な質問ですが、せっかくの機会なので質問させていきます。ということで、データをしっかりするための DX の課題と、それから、無駄に使いすぎていると。このあたり、どうでしょう。草野さん、島田さん、内藤さん、それぞれからちょっと一言ずつぐらいいただけませんか。はい、じゃあ僕から答えると、まあ、データ活用は、まあ、データせっかく貯めてもですね、やっぱ人の方の、なんでこう、人への投資が弱いと思うんですよね。なので、ちゃんと、このデータ貯めるための投資とかをするとセットで、それを活用するための人材の育成の方にちゃんと企業ってセットで投資をしないと、多分、従来の、IT 投資って、IT 投資が終わった段階である程度期待してたものがこう動き出すみたいなところあると思うんですけど、データ活用に関して言うと、それを使いこなす分析しながらビジネスに生かすというタイプの人が育ってなかったら、結局宝持ち腐れなので、その投資をセットで企業って進めないといけないというふうに思いますのは。でそこの答えですかね。で、マーケティング的に言葉を無駄にしちゃってるって、もう本当にその通りだと思います。なんか業界が、もうなんかあれですよ。なんかファッション業界として今年は紫だみたいなのと同じように、今度は CRM だとか、今度は EX だとか、IRP だとかなんだかって、なんかこう、恐怖訴求に近いところでなんか投資だけさせといて、
果実選らなかったら次のテーマに回しちゃうみたいなことで、なんかそれで、ね、振り回されちゃってるんじゃないかなって気がするので、やっぱちゃんといいパートナー選ぶべきかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。島田さん、いかがですか。はい、そうですね。製造業ということでいうと、おそらく、まあ、データの活用もあると思うんですけど、製造業の肝って、それこそサプライチェーンとかオペレーショナルなところがきれいにやっぱりこう効率化されてると。いうところが結構こう肝だと思います。でおそらくまあそういうふうに効率化を徹底的にやっていこうとすると、まあ、その慣性の法則がずっと働いてらっしゃるというのが一つあるんではないかと思うので、その、まあデータの活用、まあ、どう変えていくかという観点でいうと、そのオペレーショナルなものをさらにもっとこう、ね、抜本的に、サプライチェーンなのか何かをガラッと変えれるかっていうことが一つ、その慣性の法則をまあ突破して、変えていくっていうのが一つ肝ではないかなというふうにこう、まあ、想像します。うん、で、まあ、一つ、はい、まあ、バズワード的 ではないかという観点は、まあ、結論で言うと僕もバズワードだと、まあ、DX については思います。で、一方、具体的にそれをうまく、まあ、DX をしているというか、トランスフォーメーションしているっていう例で、当社のお客様の例で少しだけお話をさせてもらうと、グロービスでも先生をやられていらっしゃる安永さんが代表されている築地本願寺様。で、実は当社のサービスもお使いをいただいておるんですが、築地本願寺というと、やはりこう400年ぐらい歴史があってこう、まあいろんな人にこう、まあ、お墓だとか、その宗教的な教えをこう、まあ、説かれていらっしゃる。で、コロナになって、やはりこう訪れる人がこう一気に減ったんですけど、やはりずっと門は開いて、やはりこういつでもこう、まあ、支えになろうというふうなマインドで、これまで、紙の、なんでしょうね、こう帳票、顧客台帳だったものを全部デジタルデータ化をして、それこそセールスフォースや CRM 入れてお客様に、まあ、常にこう接点を設けていって、でお客様が訪れるともオンラインでこう法要のものを毎日こう流すみたいなことで顧客接点を一気にこう変えてらっしゃるような例もあったりするので、戦略的に一気にこう、まあ、お客様体験とか顧客接点を変えていくということもありますし、そのためにやはりこう歴史がある会社だったんで、非常にこう後ろのオペレーションが紙とか手作業だったものを効率よくするというので当社のサービスを使ってくれさったりしているので、バズワードにこう限らずお客様のためにどういうふうな体験が良いかということを突き詰めていけば変われるということはあるんじゃないかなというふうに僕は考えています。はい、ありがとうございます。成田先生お願いします。ですね、バズワードの点については、まあ、バズワードなので機能する面白いバズワードを目指していけばいいんじゃないかなっていう気はするんですよね。そういう意味で言うと、なんか AI だったものが DX に変わって、で最近こう CX とかコーポレートトランスフォーメーションとかって、なんか もはや何も意味していないんではないかみたいな言葉にだんだん変わってきてるじゃないですか。ちょっともっとどんどんエンタメ的な路線を突き詰めていただいて、まあ、そろそろヒューマントランスフォーメーションとかソーシャルトランスフォーメーションとかわけのわからない言葉をどんどん作り出していく感じでいいんじゃないかなとなんとなく思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ僕からも一言、データっていうのにすぐなんかこう必ずデータを使わないといけないっていう考え方をやめた方がいいと思いますね。なんていうか、最初に言ったようにもう爆発的に利益が増えるのか、もしくはめちゃくちゃ成長するのかっていうところに僕は集中した方がいいと思います。まあ一方でそうは言っても、その紙を減らしていくとかっていう地道な作業も必要だとは思いますね。それからバズワードですけど、まあ、バズワードなのか本質的な問題なのかっていう見抜く力をつけなければなりません。そうでないと、バズワードに踊らされることになってしまうというふうに思います。多くの人はこのバズワードを使って商売している人たちがたくさんいますので、そういうことに気をつけなければなりませんね。それでは次に、コロナ禍で台湾と比較されるケースが多いですが、日本で活用できない理由は何かと。それからもう一問言って、もうあと時間があまりないので、次は金融業界では顧客データがあるんですけれども、使えるデータが実はないのか、業界のなんで金融のデータうまく使えないんだろうというようなご意見ですね。はい、これについても皆さんからお一言ずつ、今度は成田先生からいいですかね。そうですね、金融に関して一言だけコメントさせていただくと、まあ、例えば銀行産業みたいなものを考えると、はい、まあ、彼らが持ってるデータがすごいのはもう疑いようがないと思うんですよね。
最近日本でも大手の都市銀行さんとかが個人とか法人の口座の取引情報とかを使って、例えばコロナ禍での特別給付金が消費とか法人間の取引にどういう影響を与えたかの分析とかやり始めてると思うんですよね。そういう意味で言うと結構宝の山っていう部分があると思うんです。でただまあこれまでは2つ大きな障壁があったと思っていて、まあ銀行産業みたいなところにそういったデータをまあまともに活用できるような人で、かつ社内的な政治力を持ってる人みたいなのがほとんどいなかったというのが1点と、まあ、あとは金融業界ってまあものすごくコンプライアンスの塊みたいな業界だと思うので、何をするにも超えなくちゃいけない規制上のハードルがたくさんあるということで、なんかまともにコスパを考えたら誰もやりたがらないみたいな形で動いてこなかったんだと思うんですよね。でただ最近はその IT 産業の人たちがガンガン金融業界に参入してきていて、でデジタル通貨がこれだけ増えてくると、まあ、そのデジタル通貨を起点にした金融サービスみたいなものっていうのが、まあ、ウゴのタケノコみたいな爆発して IT 業界が金融業界化してるっていう感じだと思うんですよね。だからすごい勢いで変化してるんじゃないかという気はして、あまり悲観する必要ないのかなと思います。はい、ありがとうございます。あと2分なので1分ずつでお願いします。島田さんと久田さん、じゃあ先に行きますね。はい、まあ、金融業界でいうと多分その顧客設定の部分がデジタル化してない会社が多かったので、いくらデータがあってもなかなかアクションにつながらないとですね、分析いくらしてもってどこもあったのかなっていうのが一つの切り口かなっていうので、やっぱりそのアプリとかサービスの IT 化デジタル化ってところがちょっと遅れちゃったのが、まあ、結構響いてるのかなって気はしてますということと、まあ、あと、まあ、既存のシステムがでかいのでそれをこう表面だけでも IT 化しようとするとすごい莫大なコストがかかっちゃって、ゼロから作っちゃう新しいところが強いみたいなのもあるのかなと思ってます。で、台湾とかがうまく活用してるのに日本はっていうところで言うと、やっぱりどうなんですかね。ちょっとこれは僕もそんなにこう詳しくないですけど、一つはエンジニアの数とか、まあ、理系人材ってどんどん日本って減ってたりとかするので、若くてこううまく早く動けるような人がすごい数が限られちゃってる感じはなんとなく、まあ、なんか絶対的な数で言うと少ないのかなって気がしてるっていうのはあります。すみません、1分になってそれで、はい、ありがとうございます。じゃあ島田さんお願いします。はい、ちょっと台湾詳しくないんで金融のとこだけ一つ、ですと、まあ、やはりこう規制で守られてる産業なので、逆にこう変化をしないということが、まあ、良しとされてきたような業界だと僕は認識してます。で一方、それこそ最近 PayPay みたいな新しいこう決済手段とか、まあ一気にこうスケーラブルによるテクノロジーの活用による金融、まあ、ビジネスみたいな一気に広がってきているので、まさしくここからまあこの競争が起こって、今までのまあレガシーの金融も変わっていくような時代、もしくはこう淘汰されるような時代になってくるんではないかと思うので、そこはまあある意味こう弱肉強食で、うまくね切磋琢磨していくべき業界かなというふうにこう見ています。はい。じゃあ最後に私も一言、金融のデータをある特定の銀行のデータだけが宝の山だと思ったら間違いです。そこだけでデータを持ってたら何の価値も生まれません。データを掛け算することを考えましょう。それから台湾の問題に関しては、これはデジタルの問題ではありません。はっきり言ってアナログの問題です。ルールとか決め事の問題ですので、それは、まあ、日本に今山積している問題かもしれませんですね。ということで、すいません、時間になってしまいましたので、皆さん本当にありがとうございました。ちょっと、稚拙なモデレーターで喋りすぎて本当に申し訳ございませんでした。これを機会にまたなんかちょっと楽しかったんで、またお話しさせていただく機会もあったらいいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。